皆さんお疲れ様です。おもちゃ大好きゆいです。今回はこちらベイブレードバストより B00 ロードアキレス PRQC ダッシュ、こちらをレビューしていきたいと思います。いやー、なんとか購入できました。購入動画はサブチャンネルの方で出しましたので、そちら見てもらえたらなって思います。編集とか何もしないんでちょっとあれなんですけど、まあおもちゃ屋さんの感じを味わってもらったりしてもらえたらなって思います。パッケージが WBBA スペシャル、いいですよね。そして今回もこちら1名様にプレゼントしたいと思います。プレゼントの応募方法はタイトル下の概要欄より応募フォーム貼ってありますので、そちらにアクセスしていただき記入してもらえますと誰でも応募できます。よくチャンネル登録強制したり、 Twitter や Instagram、 SNS 僕も全部やってるんですけど、そういったものフォローを強制したりする人いるんですけど、僕のチャンネルではそういったことは一切ないので気軽に応募してみてください。最初にキーワード書くところあるんですけど、キーワードは動画の最後の方に言いますんで、そちらのキーワードを画面に文字出てきますんで、そちら間違わないように打っていただけたら応募できますので、タイトル下の概要欄の方に詳しい説明は書いてますんで、そちら見てもらって、あと創設発表動画なども出してますんで、そちらもリンク貼っておきます。そちら見てもらえればさらに分かりやすいかなって思います。今回もこちら前半にパッケージ見ていき、開封して各パーツを見て各パーツの重さを測り、後半に全てのベースアジム、スタンダードベースアジム、ワイドベースアジム、ビッグベースアジムでどんな動きをするのか、どのくらい収めながらなのかを検証して、最後に今までのスパーキングベイたちと一発撮り一回勝負していきたいと思います。今回も楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、早速見ていきたいと思います。ベイブレードバースト WBBA 限定 B00 ブースターロードアケース PRQC ダッシュ WBBA スペシャル、いいですよね。ここがスパーキングじゃなくて変わってますね。ここも横側は大型ディスク&超高速ドライバー、逆側はアタックバースト右回転ガチンコです。下側は警告や注意書きが書いてあり、裏側はロードアキレスのことが書いてありますね。ガチンコアビリティ、ロードオブバースト、名前がかっこいいですね。ラバーバ搭載のレイヤーと大型ディスクによる分厚い攻撃を高速で暴れさせて相手をバースト、高速移動で相手をバースト、スペックが攻撃力が高くて防御力はあまりなく、持久力は普通、重量も普通、機動力はあまりなくてバースト力もあまりないってなってるんですけど、まあスペックはそんな気にしなくていいかなって思います。セット内容がレイヤーとディスク、ドライバーです。ガチンコチップがアキレス、au アキレスモチーフ、硬いロックと標準的なロックを交互に4つ持つ右回転のガチンコチップ、ベースロード左右両回転に切り替え可能で、大型ラバーバンにより攻撃力と回転吸収能力を兼ね備えたバランスタイプのベース、アキレスチップは右回転のガチンコチップのためロードベースには右回転だけですね。そしてディスク、パラドックス、最大級の径と下向きに伸びた刃によって低重心かつ遠心力の高いディスク、ネイキッドベースと組み合わせた時のみ裏返すことができ、レイヤーを覆うような形状で強力なディフェンスとカウンターが可能。パラドックスディスクのディフェンスモードはネイキッドベースと組み合わせることで使用可能ですね。ドライバークイックラッシュ、少し遅めのラバー軸でスタジアム全体を高速で暴れる、強化バネが内蔵されていることで攻撃力がさらに上がったアタック系ドライバーダッシュ化されてバーストもしにくくなってますね。 WBBA おすすめ改造ロードディアボルス PRWV、 こちらはこの前発売したばっかりのスパーキングトリプルブースターセットを購入すれば完成できますね。早速開封したいと思います。はい、すべて中身取り出しました。説明書とステッカーとガチンコチップとベースとディスクとドライバーですね。まずは説明書から見ていきたいと思います。こちらがロードアキレスの説明書になります。ほとんど変わらないかなって感じですね。今やってるのがスパーキングベイなので、まあ、ここでガチンコベイをちょっとおさらいできますね。裏側はベイランチャーのことなどが書いてありますね。パラドックスディスクのモードチェンジについても書いてあり、ステッカーの貼る場所なども書いてあり、ベイバトルの仕方など、ベイブレードの勝ち方など、ベイバトル後のベイブレード再セットの仕方などが書いてあります。そしてこちらがロードアキレスのステッカーですね。早速各パーツ見ていきたいと思います。こちらがガチンコチップのアキレスです。いやー、綺麗なメタリックブルー、かっこいいですね。この色合いも珍しい色合いですね。すごい。目の部分が赤で、全体的にメタリックなブルー、水色系のメタリックですね。裏側はクリアですね。今、インフィニットアキレス、テレビでも出てるんですけど、
その周り囲むインフィニットソードとかのなんか色合いを思うような感じで、またそこも熱いなーって感じですね。本当だったらここでインフィニットアーケース発売しててもおかしくなかったのかなーって思ったりもしますね。先にまだアニメ登場してないワールドスプリガンが発売されるっていうのもまたなんかちょっと変な感じですよね。アニメでは新アーケース出てて戦ってるんですけど、すごい楽しみですね。ただランダムブースターに来る確率もあるんで、ランダムブースターちょっとあれかなって思うんですけど、マーキース好きなのですごい楽しみです。次にこちらベースのロードです。いやー、去年ロードスプリガン出てすごい強かったですよね。ロード本当にラバーあって、両回転でアタックも強く吸収もできてすごい強かったですね。でカラーリングが結構変わりましたね。こちらも青色色で、で中心は黄土色で、外に金色が入ってます。でラバーのところは濃い青になってます。裏側はこんな感じですね。いやー、また綺麗ですね。次にディスクのパラドックスです。このパラドックス見るとなんかダブルシャーシを思いますね。なんかここからダブルシャーシな感じもするんで、ここはちょっと原点とかではないと思うんですけど、ちょっとそれを思わせるような感じですね。全体的に重くてメタルが入ってて、全体的にメタルを覆うように囲まれてますね。色は中心がちょっと濃い青で、外側はクリアな青ってなってますね。すごい綺麗ですね。そして最後にこちらドライバーのクイックダッシュです。こちらも綺麗なクリアな水色な感じで、また青色ですね。中心が濃い青になってます。ダッシュ化されてるのでここは赤くなっていて、金羽ですね。いやー、これも綺麗ですね。全体的にこのロードアーケースに合いますね。これらのパーツを組み合わせますとロードアーケース PRQC ダッシュになります。いやー、全体的に綺麗でかっこよくて、さらにこの夏が涼しむような色合いでとてもいいですね。すごい綺麗ですね。去年のロードスプリガン覚えてますか？すごいロックが硬かったんですけど、今回は干渉してるような感じはないかなと思うんですけど、まあ、それでも十分ロックは、まあ、ダッシュ化されてるっていうのもあるんですけど、まあまあ硬いですね。あの時のロードスプリガンは本当にバースト1回もしなかったですからね。今回のロードアーケースはそんなことはなさそうですね。それでも十分ロックは硬いです。こちらにステッカー貼っていきたいと思います。はい、ステッカー貼り終わりました。同じ色合いなのでちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、こちら外回りに青色のステッカーが 1,2,3,4 箇所貼られました。で中心のアケースチップにこちらの黄色のステッカーが3箇所に貼られました。これでちょっとアケースっぽくさらになりますね。やっぱりステッカー貼ることによってさらにかっこよくなったなって思います。ちょっとステッカー貼るの苦手かなっていう人はパッケージ見ながら貼ったりとかすると分かりやすかったり、あとはこのピンセット使うと貼りやすかったりするので、ぜひやってみてください。次に各パーツ重さ測っていきたいと思います。まずはガチンコチップのアキレス 3.2g です。次にこちらベースのロード 20g です。そしてディスクのパラドックス 23.8g です。最後にドライバーのクイックダッシュ 6.0g です。これらのパーツを組み合わせた重さが 52.9g です。 50g は超えてきましたね。まあ、やっぱり 60g はいかなかったなーっていうのはあったんですけど、まあ、50g は超えてくれたので、そこは安心というのと、まあ、やっぱりガチンコシリーズなんで、そこまでいかないかなっていうのはありましたね。ちょっと今のベイガーもほとんど 60g 超えてるので、テンペストドラゴンに関しては 70g も超えてて、80g 近くあるので、それから比べてしまうと軽くはなってしまうんですけど、あとはどれだけバトルでやれるのか、そこが楽しみですね。早速、スタジアムの方に移動したいと思います。はい、今回もすべてのスタジアム準備しました。スタンダードベイスタジアム、ワイドベイスタジアム、ビッグベイスタジアム、どんな動きをするのか、どのぐらいスタミナがあるのかを検証して、最後にスパーキングベイたちとバトルしていきたいと思います。バトルでは今回も1個に手伝ってもらって同時シュートでいきます。使うランチャーはスパーキングベイランチャーです。まずはスタンダードベイスタジアムで、はい、約45秒でした。次、ワイドベイスタジアム、行きます。
はい、ワイドスタジアムで39秒でした。次、ビッグベイスタジアム行きます。ビッグベイスタジアムで約40秒でした。アタックタイプらしい動き、やっぱりしますね。次、バトル行きます。バトルしていきたいと思います。まずはサンドルベイスタジアムで、ロードアキレス対スーパーハイペリオン。3、2、1、ゴーシュー。ロードアキレス、スピンフィニッシュ。次、ロードアキレス対キングエリオス。3、2、1、ゴーシュー。オーバーフィッシュ。次、ロードアキレス対クライドラグナウク。3、2、1、ゴーシュ。ロードアキレス、オーバーフィッシュ。次、ワイドスタジアムでロードアキレス対ブルーバリキン。3、2、1、ゴーシュ。ブルーバリキンファーストフィニッシュ。ブルーバリキンファーストフィニッシュ。次、ロードアキレス対カーサタン。3、2、1、ゴーシュ。ロードアキレス、スピンフィニッシュ。次、ロードアキレス対ミラージュファブニル。3、2、1、ゴーシュ。ミラージュファブニル、スピンフィニッシュ。ラストステージ、ロードアキレス対レイジロンギニス。3、2、1、ゴーシュ。ロージスピンフィニッシュ。次、ロードアキレス対バレントルシファー。3、2、1、ゴーシュ。おお、ロードアキレス、スピンフィニッシュ。次、ラストバトル、ビッグベイスタジアムでロードアキレス対テンペストドラゴン。3、2、1、ゴーシュ。ロードアキレス、スピンフィニッシュ。はい、いかがだったでしょうか。ベイブレードバースト B00ロードアキレス PRQC ダッシュ。いやー、こちら控えめに言って強いですね。いや、びっくりしました。いろいろなスパーキングベイトをバトルしてみて、オーバーフィニッシュしたりスピンフィニッシュしたりで普通に強いなーって思いましたね。一世代前ガチンコベイなんですけど全然やれました。まあ、やっぱりロードが強いなーって思ったのと、このパラドックスとの相性もすごいいいのかなって見てて思いました。さらにこのクイックダッシュもいい動きしてくれて、なんか全体的に相性が良かったなって思いましたね。で、アキレスチップでさらになんかこう強さも出て、バランスも良く、めちゃくちゃ強くて、さらにすごい楽しめるベイだなって思いました。使ってて正直楽しかったです。いやー、この 50g 前後で 60g オーバー 70g のベイを吹っ飛ばすのは見てて爽快でしたね。このカラーリングも綺麗なカラーリングで、もう本当に涼しむようなカラーリングで、こちらもカラーリングでも爽快でしたね。一つ前のガチンコシリーズと言ってちょっと弱いのかなと思ったんですけど、すごいおすすめです。そして今回のこちらプレゼント企画のキーワードは、いやー、全パーツがすごいなんか優秀だなと思ったんですけど、まあ、やっぱりロード、このラバー、そして両回転すごい優秀で、すごい、まあ、個人的に好きなのでロード最高でいきます。今回のキーワードはロード最高。いや、本当に優秀でしたね。オーバーさせたり回転吸収もあったりしたのですごい楽しかったです。やっぱり楽しいベレいいですよね。今回もご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。